こんにちは、アルチンチャンネルです。今回ですね、世界航空機コレクションのロッキード L1011500 トライスタイを紹介、モデルプレーンを紹介したいと思います。はい、おトライスターといえば ANA の、 機ですね日本の航空会社は唯一L1011採用したのは ANA ですね。おー、かわいいです。3発エンジンです。はい、では今回は、はい、これの、はい、おー、世界航空機コレクションですね。おー、新しいコレクションでした。アリチン、これからちょっとこれを紹介したいと思います。はい、ラインナップは全部15種類ですね。あ、プラスシークレットです。で、今回アリチン紹介したいのはロッキードの L1011500 トライスタイルですね。スケールは500分の1です。おー、他のもありますね、いろいろな。おー、15種類はいっぱいあります。はい、はい、ではじゃあ早速開けましょう。はい、1、2、3。おー、いいですね。はい、そうです。塗装はヨルダニアの航空会社で、航空ですね。アメリカ製の USA というのは、はい、あと1978年で、スケールは500分の1ですね。ロッキード L1011500 トライスターです。おー、結構塗装はいいですね。黒というのはまあグレー、ダークグレーです。はい、ということで、ではじゃあ今からちょっと早速開けましょう。はい、じゃじゃーん。今から開けますね。おー、はい、ロッキッド。あ、これがあるな、カバー。またカバーありますね。はい、ロッキッドの L1011500 トライスタイルです。おー、かっこいい。塗装は、はい、ロイヤルヨルダニアコックですね。あー、いいですね。3発機です。おー、塗装も綺麗ですね。ダークグレーです。はい、ちゃんと書いて、はい、ロイヤルヨルダニア、ヨルダニアの旗ですね。おー、ロイヤルヨルダニアとアラビア語の名称です。はい、でも機体番号が書いてないですね。これか。はい。でもすごく、クオリティが高いですね。ちゃんと、はい、ランディングギアも、はい、ここはもうちゃんとしっかりできています。あとは、はい、スタンド用の穴ですね。あー、かっこいい。いいですね、このコレクションも。はい。塗装が綺麗です。全部エンジンまで、エンジンもしっかり模様と塗装されてますね。綺麗に。おお、サイズもちょうどいいですね。500分の1。はい、展示しやすいサイズです。はい、ロッキード1011がロッキードさん、ロッキードさんがアメリカのロッキードさんが開発された、3発ワイドボディ旅客機ですね。おー、はい、ロッキードといえば戦闘機ですね。結構だから戦闘機の技術を盛りたくさん入って、ハイテク、当時の1970年代にはハイテク旅客機です。で、完成度も高いですけども、とちょっとエンジンの開発が遅れて、あとそれよりは航続距離が短いです。で、それで、ボーインとか DC-10 に負けています。結局販売不振で、清掃数は250で生産終了となりました。もうそれ以降はロッキード社が旅客機から撤退しました。残念です。現在は戦闘機を中心に作ってます。おー、
綺麗ですね。はい、はい、では今からターンテーブルで展示します。はい、世界の航空機コレクションのロキード L1011-500 トライスターです。おー、かっこいいですね。今回の塗装はロイヤルヨルダニア航空の塗装ですね。おー、これもかっこいいです。ダークグレーです。ベースとしたその後あ銀が入って、銀と赤が入っています。で黒も入ってますね。おー、かっこいい塗装です。では今からプチジオラマで展示します。はい、空港の滑走路のプチジオラマです。今から L1011-500 トライスターが離陸します。おー、かっこいいですね。はい、今からスタンドを取り付けて飛行モードで展示します。はい、スタンド付きの L1011 トライスターのモデルプレーンです。おー、飛行中ですね。おー、かわいいです。はい、以上です。アシンちゃんでした。今回は世界航空機コレクションのロキド L1011-500 トライスターモデルプレーンを紹介しました。はい、このシリーズですね。今回、おー、世界の航空機コレクションです。はい、今回はスタンド入りです。スタンド好きです。はい、今回を紹介したいしたのはロキドの L1011-500 トライスターです。おー、塗装はですね、ヨルダニア航空の塗装です。かっこいいでしょ。では、はい。じゃあ、スタンド好きです。おー。はーい。かっこいいです。塗装がいいんですよね。はい。グレー、ダークグレーで。はーい。ちゃんと。はい。機体番号、ここに書いてあるんです。エンジンのところですね。これですね。JYAGB です。この機体は、1981年に運用開始されて1999年に、ヨルダニア航空から退役されています。その後アメリカの航空会社で売却されて、1999年から2007年まで、飛んでいます。アメリカで飛んでいました。で2007年に退役されました。おかっこいいですね。3発のワイドボディ旅客機です。おー、はい、かっこいいです。これスタンドもありますですね。スケールは500分の1です。今回はい、1978年製造ですね。はい、ということ、おー、
ですね。このシリーズもよクオリティが高いです。よくできているモデルプレーンです。これからもちょっとこのシリーズを集めたいと思います。はい、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。